SFC カードを手に入れる条件。前回の動画ではブラックカードよりも手に入れづらいこの SFC カードについてご紹介しました。ではなぜブラックカードよりもこのカードは条件がきついのか、今回の動画ではこの SFC カードを手に入れる条件についてお話していきたいと思います。このカードを手に入れる条件、それは飛行機に搭乗することによって獲得できるプレミアムポイントを貯めることです。 ANA はこのプレミアムポイントごとに会員をランク付けしており、下から順にブロンズ会員、プラチナ会員、ダイヤモンド会員という風に位置付けています。ブロンズになるには3万プレミアムポイント、プラチナになるためには5万プレミアムポイント、そしてダイヤモンドになるためには10万プレミアムポイント必要です。そしてこの SFC を手に入れるためにはプラチナ会員になる必要があるので5万プレミアムポイント必要なんです。このプレミアムポイントですが、羽田札幌間を往復すると合計2330ポイント貯まる計算になるので、1年で21回羽田札幌間を往復すると貯まる計算になります。で、そんなに飛行機乗れるかいって思うかもしれませんが、残念ながら SFC カードは修行のごとく飛行機に乗らないと手に入れることができません。巷ではあまりにもきついのでマイル修行なんて言われたりもします。しかし一度この SFC カードを手に入れてしまえば、カード会員を自分で退会しない限り半永久的にプレミアムメンバーであり続けることができるんです。明日の動画では私がどのように修行してこの SFC カードを手に入れたのか紹介していきますので、ぜひフォローして見逃さないようにしておいてください。